はい、どうも皆さん、こんにちは、エルザです。それでは戦いマッチングアプリやっていきたいと思います。さて、続きだね。結構ね、50% 近く集まってきたんで、さらに集めていこうかなと思います。早速探しましょうか。お、小金持ちさんにいいねされました。小金持ちさん、あー、ホンダスタイルだね。ペプシのじゃんけんとかしてそうだな。さあ、小金持ち、やっぱ時計2つ、いや3つだ。よく見たらすげえな。車とか時計自慢されても正直よくわかりません。そりゃそうだな、男が好きなだけだからね。そうそう、あのステータスだからね、なんか社会人のね。夜景ならうちで見ます。いや、あのいいところに連れてってもらえれば。家に行くはなかなかハードル高いって。さあ、連絡先聞こう。もうしかし断られてしまった。盛れば盛るほど綺麗になって素敵ですね。うるせえわそんなん言うやついんの。寿司でもつまみますか。寿司確かにつきそうだもんな。さあ、小金持ちの連絡先をゲットした。早かったね。あ、会員制、そういうことか。小金持ちだからお金はあるっていう言い方か。お、マカロンもらえた、やっと。小金持ち31歳、器用に複数の事業をしていますと。有名人と一緒に仕事をすることも多いです。最近自宅から眺める夜景が一番落ち着くなと今更気づきました。会員制のお店いろいろ知っています。興味があれば一緒にいかがでしょうか。体型グラマー、あー、こういうの好きだな、言い方ね体型グラマーって、これはいいな。あー、 IT 関連っぽいね。そうか、グラマーか。男性で使うのは面白いね。でもいいね、あの自宅で眺める夜景が一番綺麗で、まあ いいとこ住んでますよっていう意味だろうね、遠回しにね。会員制のお店もね、混んでる時とかはいいね。だけどなんか微妙だな、まあ、好きな人は好きって感じだろうね。さあ、次行こう。小金持ちさんまた来た中年さんにいいねされました。あー、写真の撮り方がよく分かんなくてみたいなね。はいはいはい、いや絶対撮り方は分かるだろうって思うけど、いるよねこういう人ね。普通の SNS 系とかでもやっぱいるもんね。中年とマッチングした。さあ、中年さんはどんな攻撃方法になるかな。じわーって上がるねはい、年齢差を考えてくださいよああ、連絡取ってくるのがね。はい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 、そういうことね。もっと大人を頼っていいんですよ。頼るけどね、頼る相手は選んでいいってことだからね。はい、ID 交換。お、ダメだった。惜しいなぁ。年齢差を気にします。年齢惜しいなぁ。ID 交換。どうかなぁ。うわぁ、ダメだった。大人の魅力ってありますよね。それはね、相手が判断することやからね。熱血マンさんにいいねされました。あー、修造タイプかな。熱血マンとマッチングした。さあ、やっぱ心拍数系かな。
よし、ぴったし。ムードメーカーってのは自分で判断したんですか？あー、これ見てえな。ムードメーカーって書いてんのかな。体を動かせば元気になりますよ。いや、まあ、そうなんだけど、動かすことで免疫力が下がることもあるからね、過度だとね。あー、ダメだ。お前、それしか言えんのか。さ、ゲットなるか。ゲット。よし、レベル10。いいね。さあ、熱血マン33歳。真実を暴く活動しています。人類は世界政府に騙されています。人工兵器で災害を起こし、人口削減を目論み、世界支配の計画は着々と進んでいます。人体実験反対、もう騙されない。今こそ立ち上がりましょう。真実を知る権利を、と。保育士ね、別居。子供の別居、あ、じゃあ離婚してる、いや、離婚なのかな。もしかしたら、出張中かなんかとか、そんな感じ。え、子供の別居はまた気になるね。またこれもこれで熱血の見方が違うんだよな。熱血はね、運動かと思ったら全然違うもんね。まあ、騙されたな。スポーツマン、熱血、見た目で、なんで政治になったか。あるんだろうね。 MC さんにいいねされました。おー、ラッパーの進化系やっと出てきた。フードかぶって強化系やね。よし、行こう。いいえ。なんかそんな感じやね。だって、ビート刻んでくるんだろうな。これ難しいんだよね。あ、いけた。ちょっとなんか陰踏んでみてください。ここら辺一緒だね。さあ、無事 MC ゲット。MC32 歳。前の彼女とは長年付き合っていましたが、浮気されてお別れしました。あー、残念。残念すぎる。それから女性不信になり、誰も信じられなくずっと引きずっています。しかし、このままじゃダメだと思い登録しました。まだ立ち直れていませんが、よろしくお願いします。結婚のいいし、いい人がいれば、職業、販売員。こんななりだけど、結構普通だったね。おお、すげえ。筋トレマンさんにいいねされました。マッチングしたいのか、筋肉見せたいのか、ちょっとわかんない感じだね。さあ、筋トレマン。なんだろう、ちょっとたけし感あるよね。ジムリーダーね。さあ、連打系かなあ。やっぱ連打系。後ろの方に上半身裸の写真を隠して入れてるなんて。後ろの方に、後ろの方に。あー、顔の後ろってことか。一緒にジム行きませんか？一人で行ってください。ジムねー。黙々とするところもあったりとか、回転があるからね。あんまり二人組で来てほしくないのあるけど。切実にね。あー、強い。お前それしか言えんのか。おー、やっとゲットできた。中年46歳。プロフィールを見てくれてありがとうございます。美味しいものを食べることが好きです。よろしくお願いします。公務員の実家暮らし。あ、実家暮らしなんだ。一人暮らしじゃないんだね。あー、自立ができてないんだ。仕方ないね。いや、仕方ないねとしか言いようがないんだよな。もう個人の選択だからね。まあ、親が心配とかいろいろ事情はあるからね。いやー、そっか。苦労してんだね、中年さん。お、すげえ。ボディービルダーさんにいいねされました。
すげえ、こっちのこの笑顔すごいね。やっぱ焼けてるんだね。ボディービルダーさんとマッチングした。さあ連打系かな。連打ですね。体鍛えたらモテるようになりましたか。力仕事は任せてください。そうだね、無駄ではないからね、その筋力ね。あーでもそう、確かに痩せたりとか筋肉つけてモテたっていう時は元がいいんだよね、顔のね。元がいいからっていうのを忘れたらいかんよね。とっても痩せても元がいいのは元がいいからね。あれ普通にゲットできた。ありがとうございます、ボディービルダーさん。一緒にジム行きましょう。ボディービルダー35歳、活発的と言われます。まあそりゃそうだよね。みんなよりもギアが2段階くらい上なのかも。体を鍛えるのが好きで毎日トレーニング。座右の銘はよく遊び、よく眠り、よく鍛え。あれ仕事どこ。まあ笑ってしまうよな。意外と世話焼きになったとこも一度お試しするのもいいですよ。元気があれば何でもできる。元気ですかみたいなタイプだね。筋肉質、筋肉質、そうだな。子供はたくさん欲しい。まあでもね、元気なお父さんはいいよね。そうだね、ボディービルダーの面だけ目をつぶればいいかもしれないね。ボディービルダーで仕事になるんじゃね。あーでも意外とプロの世界厳しいって言うからね、ボディービルダーね。お、来た、筋トレマン。よし、筋トレマンなんだよな。おらー、よし。また服のサイズ合わなくなっちゃいました。鍛えすぎだよ、鍛えすぎ。おお、普通にゲットできた。さて、筋トレマン29歳、職業上写真を載せることができません。マッチング後に送りますと。体を鍛えることが趣味です。ボディコンテスト上位経験あり。仕事帰りはいつもジムです。ジムデートに憧れてます。美味しいプロテインの店知ってますよ。待って、なんで職業上載せるのが難しいんだろうね。肩着か。じゃあ筋トレで筋肉質、この辺りはまあ筋肉推しって感じだね。いや、写真を載せることができませんっていうのも違うよね、多分これ言い訳だよね。顔はこんな感じよりも体が自慢したいみたいだね。はい、ということで、まあ、こんな感じか。ね。だいぶ揃ってきたような気はするね。今、図鑑は ?66%。あ、結構来たね。たださ、意外とヤンキーくんインドア派の二人の強化系が見つかってないのよ。だから、ここら辺探す旅は出てきそうだな。小金持ちさん、中年さんも出てないからね。でも、人数にすると、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。もう10人だもんね。あー、だいぶ集まったね。でも、個性的すぎて、面白いな。なんかもしかしたら、その職業ってか、それ、あるあるなのかもしれないしね。はい、ということで、ここにご視聴ありがとうございました。そうですね、面白かったら、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録もしていただけると頑張れますんで、よろしくお願いします。ということで、ここでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。